はい、メダ家族ド S、 いつもご視聴誠にありがとうございます。またまた台風が日本列島を通過直撃しそうな、そんな感じがあるんですけど、まだ進路が定まっていないようで気になりますね。ねえ、毎年毎年ね、いくつも来るんですけど、そんな中、まあ気温もだいぶ肌寒い状態になってきて、メダカ小屋の方へ成長が遅れているメダカたちを入れました。ただ今年の夏はむちゃくちゃ暑かったんで、なんとね、6年4年ずっと絶やさずにやってきたミジンコたち、ついに全滅しちゃいました。室内のメダカ、やっぱり生き餌をやりたいなということで、ヤフオクの方覗いたんですけど、オオミジンコいましたんで落札しました。で、今日届いたので見てください。こんな感じの箱で届きました。見てみたいですね。片手はなかなか難しい。あ、やばい、強引に開けちゃう。じゃーん、ということで、お、なんか新しい感じですね。こういう送り方初めてで、これジャンボなんですけど、オオミジンコね、オオミジンコなんですけど、どうでしょう、うん、生存どうだ、半分ぐらいか、半分ぐらい生きてる感じかな。で、中はですね、これもね、初めて、なんか発泡のトレーみたいな入ってますね。そしてちゃんとその中にこういう風にパッキングして収まってます。こんな風にね。今日は外で鳥がうるさいですね。あー、割とどうなんだろう、半分は生きてるような気がするんだけど、見てみましょう。全部ではちょっと一回切りますね。その前にですね、今回用意したのはこのむちゃくちゃグリーンウォーター、なんだろうかね、すごいやつ、すごい濃いやつ、そういうグリーンウォーター。そして、この新しい水を入れて4日経過、そしてその中にグリーンウォーターも入れてあります。うっすらとグリーンな感じ。もう少しね、これはグリーンウォーターを追加したいかなと思ってるんですけど、これ観察するのにこれぐらいの感じの方がいいのかなと思って、とりあえずね今入れたんですけど、撮影が終わったらもう少しグリーンにしたいと思います。では早速、今日は編集なしで行ってるんで、なんか間があるんですけど、こういう感じでパッキングされてるんで、これね、どうなってるんだ、この袋 1,2,3 箇所でこう厳重に漏らないようにしてありますね。空気の方はさほど入っていない。まあ2日ぐらいこれで持つんでしょうね。実際持ってますんで、真夏だとなんかどうなのかなって、酸素が足りないような気もするんだけど、そんなにミジンコは消費しないか。うん。まあ、ではちょっと入れてみましょう。では、オオミジンコ、入れまーす。いきなり。わ、これ貝が入ってるわ。この貝は入れたくない。どうでしょう、どうでしょう。うん。蚊がもう
すごいんだ。まあ死んじゃってるのもいますね。半数は、いや、半数以上か。下の方に沈んでます。これは漂ってるのも合わせると割といるな。どうだろう。結構、ざっとね、見る限りですけど、ちょっと見ますか。このね、そこの方に割と沈んじゃってる。まあ輸送中っていうのはね、割と落ちるんですよ。がっかりするかもしれないですけど、これ現実、これぐらいは落ちるんで、普通にまだいい方なのかもしれない。めちゃくちゃ生きてる時もありますけどね。この今最高気温が23度とかそれぐらいなんですけど、3とか1とか2とかそれぐらいなんですけど、それでもこれぐらいは落ちる。まあそういうのを分かっていただければいいのではないでしょうか。これぐらいは落ちるよというので、だからこれぐらいね、落ちて半分死んでたとか、そういう出品者の方にあまりクレーム入れないようにしてください。それが現実なので、それぐらいはね、覚悟しといてください。全部生きてるなんてね、そんなことはもう絶対ないです。はい、それはもう生き物なのでね。輸送は結構大変です。ということで、あとはグリーンウォーターの方にドガッと入れてみたいと思います。グリーンウォーターの方に入れます。まあこっちは全く観察できないんですけど、もうね、こうやって入れて、で、まあどうでしょうね、数日経ったらすくってみるみたいな。でグリーンな感じがこう薄れてきて透明に近くなってきたら増えてんのかなというような、まあ増えると思いますけどね。ここだったらおそらく、また機会があればここも増えたかどうか撮影したいと思います。増えたらこっちに入れちゃうんですけどね、餌にね、なっちゃうんですけど、という感じで今日の俺たちメダ家族終わりたいと思います。ではメダ家族どうでした、ピヨヨン、ドローンします。